米沢市で87歳の女性が車にはねられ死亡しました。昨日午後7時ごろ、米沢市成島町の国道121号で、近くに住む佐々木豊子さんが道路を歩いて横断していたところ、左から来た車にはねられました。佐々木さんは頭を強く打っていて、およそ3時間半後に搬送先の病院で出血性ショックのため死亡が確認されました。警察によりますと、佐々木さんは知り合いの家を訪ね、自宅に帰る途中だったとみられています。事故当時は雨が降っていて、路面は濡れていました。